当チャンネルは今年、まあ、カーモデルイヤーということで、まあ、スタートしたんですけれども、まあ、今回で、まあ、5代目になるんですが、この5代目にチョイスしたのがですね、まあ、アメリカを代表するスポーツカーであります、フォード GT40 ですね。この GT40 というのは愛称だそうで、正式名称はフォード GT だそうです。車高が40フィートあることから、 GT40 のおー、まあ、相性で親、えー、しまれているうらしいんですけれども、おこのフォード社がですね、えーまあ、モータースポーツの世界でどうしてもタイトルが欲しいということで、ルマンに挑戦すべく開発されたのがこのフォード GT でして、えーまあせえー、初代はですね、まあ、リタイアに次ぐリタイアでですね、まあ、ノンタイトルで終わったんですが、あシャーシやエンジンに改良を加えてですね、 えーこの GT40M2 が開発されまして、えー、まあルマン悲願の初優勝も果たしですね、えー、まあ60年代の後半から70年代にかけてですね、えー、まあフォードがですねモータースポーツ界でまあ黄金期を作ったまあ名車なんですけれども、まあ、僕らおじさん世代ではですね GT40 といえばですね水,入れ水色にあのオレンジラインの。 まあ、フォード GT がまあ有名なんですけれども、今回はですね、まあ優勝した、あこの黒系、えー、まあブルーメタリック系の GT-14 にしようかなと思っています。で、キットは士見社製なんですけれども、すでに絶版だそうで、まあネットでもなかなか高価で、えー、まあ、あ取引されているらしいんですけれども、比較的まあ安く手に入れられました。で、 えー、サーフェイサーを吹いてですね、その上から、えー、シルバー,ー1層目を入れてます。で、今回はあのブルーメタリックということでですね、えーまあ、何層も入れてですね、濃い、えーまあ、ディープなあー、まあ、ブルーメタリックに仕上げるので、えー、まあ、プラモ屋さんにですね、2本ほど買ってきたんですけれども、 エアブラシがど,、まあ、どうしてもあの塗膜が弱いというイメージがあるので、えーまあ、更にですねちょっと多く、まあ、4層5層ぐらいには塗ったかと思うんですけれどもシルバー塗った段階でですね、まあ、凹凸やですね、まあ、接着剤の漏れなんかをきれいに磨いた後ですねこのブルーメタリックを入れるんですが仕上げにですね あの、スモークを混ぜたクリアですね。2層ほど入れてます。ちょっとあの、重厚感も出たんではないかなという感じなんですけれども、まあ、このボディからスタートしまして、ある程度までボディを完成させて、えー、まあ、その後、まあ、シャーシやコックピットに、まあ、行きたいなということだったんですけれども、 ウインカーもですねオレンジとそしてブレーキランプ赤これがあの最近の,あのクラシックカーとかで、ね、見る GT40 はですね、えーまあ、全部赤になっちゃってるんですけれどもここは設計図通り、えー、まり、あ、ウインカーはオレンジにしてますで、えー、パテで、えー、綺麗に何層も磨いて、えー、さらにですねクリア最後仕上げの 一層入れて、まあ、とりあえず乾燥を待ちます。で、この下部ですね、えー、エンジンレスでしたあ、まあ。ミッション部と足回りだけが、まあ、再現されているという感じだったんですけれども、タイヤがなかなか太くてね、えーまあ、この状態でも飾りたいなというぐらい、まあ、格好良かったんですけれども、ボディの方は、えー、フラットブラック、艶消しで、 入れてですね、シートのみ、艶ありのブラック入れてます。で、まあ、デカールが心配だったんですけれども、まあ、随分古いキットだったんで、まあ、なんとか生きていてくれたので、えー、まあ、メーター周りもクリアイエローを入れながらですね、 えー、まかっこよく仕上がっています。で、シートのあの、ブツブツの部分はですね、あの、画像検索なんかで見ると、ゴールドになっていたので、えー、まあ、ゴールドドライブラシ入れました。で、このキットは、あの、エッチングパーツもついていたので、えー、まあ、そのシートベルトの金具部分ですね、えー、これもついていましたので、まあ、折り紙を利用してですね、えー、まあ、シートベルトっぽく、してますね。 えー、まあ、この辺のシートベルトのちゃんとしたつけ方がちょっとよくわからないんですけれどもハンドル部分はですね、まあ、ナルディをちょっと真似しまして、えー、真ん中にはですね、まあ、フォードカラーというべき、まあ、ブルーを入れてますでボディの方とこの下部の合体なんですけれどもこれ説明書通りでいくともうボディ傷つけそうなので片側を入れてその片側を後から入れるというやり方 にしましまで、えー、最後まあ、先ほど言ったんですが、まあ、ガラス部分を全部入れた上からですねスモークを混ぜたあクリアを拭いて、えー、ますでその上からあデカールーデカールもねこれどこかグズグズになっちゃってるんですけれどもちょっとごまかしごまかしやったんですが、まあ、さらにこの上からまたさらにクリアを吹いてですね、えー その後、ワックスがけで、えー、完成です。